なぜわざわざ潰す必要がある？家中の批判をかわすためです。仕方ないんじゃないですか。聞こうか、何をしに来た。わかった。だがその前に一ついいか。去るお方があんたに用が終わりらしくてな。俺が一っ走りお呼びしてくる。その間ここの面々と手合わせしてくれないか。みんなあんたの腕前に興味津々なんだ。仮にも客人に無礼な。大久保さんだってこいつが気になってたんでしょうに。薩摩で鍛えた腕前見せてやってくださいよ。その武勇試させてもらう。行くぞ。まだだ。ここからだ。あるな。だが薩摩隼人が負けるわけにはいかん。そこが知れんやつだ。ここまでか。立ち会ってくれたことを感謝する。双方見事であった。そなたには青鬼の一件で借りがある。礼をしとうてな。そういえばそなたはどこの藩の者じゃ。ほう。恐れながら青鬼を退けほどのボッケモン、ぜひ薩摩で召しかけべきではございもはんか。わかった。無理強いはせぬ。野良猫は野良だからこそ美しいとも言うしの。せめて薩摩焼きの剣は力にならせてもらおうかの。司祭は勘定方から届いた書状で承知しておる。渋沢とやらに送るよう手配しておこう。次は仕事抜きで来いよ。酒でもおごらせてくれ。もちろん大久保さんも一緒だ。よかろう。やあ、おかえりな。